こんにちは、ずんだもんなのだ。今回は妖精の中田さんがごちゃごちゃ持ってきたのだ。ハッキンとッシュすると前の Windows を一旦消さないといけないのだ。だからどうなってもいいようなお古のパソコンでやっちゃいたいというのが本音だったりもするのだ。でも Linux ならともかくそんなに簡単でないのだ。特にノートパソコンは難易度がぐんと高くなるのだ。とはいえ本物の中古の Mac の10分の1のお値段なのだ。アルファさんがメンバーの皆さんと研究した結果、ある程度のまとめがついたので発表するのだ。メンバーで試してみたのはほとんどの場合 CPU が IB ブリッジで少しハスウェルだったのだ。そのままでいけば MacBook Pro 9.1 なのでカタリナまでの対応なのだ。ただこれからがハッキントッシュの腕の見せどころ。どのくらい新しい OS まで動くかは偽装次第なのだ。メンバーのほとんどがモントレーまで行き着いて、アルファさんに至っては元値6980円のシンクパッド E430 で Wi-Fi、Bluetooth まで動かしてしまったのだ。結局のところ何が難しいのかというと、まず CPU が Core i シリーズでないと面倒がかかりすぎる。 CPU が入ったノートはまず無理なのだ。逆に言えば純粋に iGPU のお安いのが動いちゃう。だからちょうど Windows 11に見放された。スカイレイクのノートパソコンなんて中古でお買い得になるのだ。もし中古で買って試そうとするなら注意点があるのだ。過去に同じノートパソコンで動いていた EFI フォルダ、つまりブートローダー、特に ACPI がないときちんと動かないところができる可能性が高いのだ。さてお話戻って IB ブリッジの話に戻るのだ。ひとまずはこのように偽装させれば動くことはいいとして、やっぱりブートできないことが多いのだ。多くの場合 iGPU の設定が難しいために起こるのだ。こればっかりは似た機種の設定を探してデバイスの設定を試すしかないのだ。ここではメンバーが集まって何台かについてテストしたところ、アルファさんが使っているもののほか以上のノートパソコンをブートすることに成功したのだ。その EFI は GitHub で公開しているのだ。 MIFJPN GitHub で検索して探せば出てくるので使ってみてほしいのだ。それでは今回はその一つである NEC バーサプロ PCVK25TX でカタリナを動かす例を紹介するのだ。まず以前の YouTube で作ったベンチュラのバーチャルマシンをマザーマシンにするのだ。ミスト GitHub と検索して MacOS のインストーラーのダウンローダーを探すのだ。このパッケージを取得してインストール。起動させたら目当てのカタリナを探してダウンロードを開始するのだ。ダウンロード先はアプリケーションフォルダなのだ。時間がかかるから待っててほしいのだ。ちなみに僕は寝たのだ。この通りインストーラーが手に入ったの。
する USB メモリを挿すのだ。そして仮想マシンに接続なのだ。そうしたらこの USB メモリを USB という名前で消去するのだ。インストーラーを USB メモリに書き込むコマンドを打つのが面倒なので、アルファさんのページを見るのだ。ここに書いてあるのだ。途中まで打ち込んでタブキーを押せば保管してくれるので使うのだ。こっから先はコピペするのだ。書き込みに時間がかかるのだ。USB メモリは 32GB 程度で新しいもの、つまり書き込み性能がいいもの使うといいのだ。ここで一般的な EFI の紹介をするのだ。オラリラ .com にあるものが世界では有名なのだが、動くとは限らないのだ。ここや。この辺りなのだ。さて、お話戻って、次は EFI パーティションを書き込みたいので EFI エージェントをインストールするのだ。ここに入れる EFI フォルダはさっき示したアルファさんの GitHub にあるのだ。この ZIP ファイルがそれなのだ。ダウンロードしたら展開されるので、そのまま5位なのだ。このブートローダーはクローバーなので、クローバーコンフィギュレーターをインストールするのだ。コンフィグ P リストをこれで開いて SM BIOS を調整するのだ。カタリナなので MacBook Pro 9.1 でいいのだ。
全部きちんと閉じておしまいにするのだ。次は実際のノートパソコンにインストールなのだ。このメニューを押すのだ。これが出てくれば一安心。ディスクユーティリティでこのカタリナを入れる SSD を消去するのだ。この画面が出るのだ。いくつかの設定をしていくのだ。スキップしてもいいのだ。ちゃんとここまでたどり着けたのだ。実際はこれから先が大変で、バッテリー表示やワットの表示、 Wi-Fi、Bluetooth をポストインストールすることになるのだ。今回の説明はここまでなのだ。長い間見てくれてありがとう。これからも見てほしいのだ。